はい、おはようございます。塚原農園です。今日は農家が作る家庭菜に来ております。今日は大根の種をまきたいと思うんですけれども、こちらは前作キュウリ、立ちキュウリとミニトマトを栽培をしてました。前回動画でもご紹介しましたが、もう収穫が大体終わりましたので、引き抜いて下にあった敷きわらなどを一緒にすき込んでおいたんですね。その時にカキ殻石灰、有機石灰ですね、あとはぼかし肥料をまいておきました。で、ただ山にしておいただけなんですけれども、昨日午前中に私はここへ化成肥料をまいて、で平らにならしておきました。ここへ畝を作っていきます。今日はマルチは使いません。草が気になる方はマルチを使ってやってあげるといいんじゃないでしょうか。はい、はい、それでは大根の畝を立てていきたいと思うんですけれども、今回も平畝にします。クワやスコップを使って、土を高くしたりはしません。ふわふわな状態で、このまま種をまいていきたいんですけれども、まっすぐ種をまくために印をつけていきます。何かしらこちらに作物がまだあるよと言われる方は、ここの歩く通路として、例えばこれナスなんですけれども、まだ収穫しますので、こういった通路は確保しましょう、ね、ここからですよと、印みたいなのまず出だしゼロ地点を決めておくこと、そこから60センチ間隔でまずは印をつけていきます。あとブロッコリー、あとキャベツとかと同じですね。はい、で手前が終わりましたら反対も同じように印をつけていきましょう。はい、反対側に来ました。ちょっと透明感になってしまいますが、こちらも同じようにピーマンとかがありますのでね、こうやって足を横にしていただいて、だいたい30センチから40センチぐらいスペースを設けていただいて、そこからまた60センチと奥も印をつけてください。今回は大根の畝、2本作りたいと思います。はい、それでは今度は紐を張っていきます。今回タビキグラマというものを使っていきますけれども、普通の紐でも構いません。まずゼロ地点となるところに杭を刺していただいて、紐を通しておきましょう。でゼロ地点から60センチ印をつけたところ、こちらの方にも杭、また紐で刺していきます。はい、2本今紐を刺した状態です。これ1本ずつやっても構いません。はい、はい、反対側に来ました。そしたらこちらも同じように反対側もゼロ地点となるところに紐を、杭を刺していただいて、まっすぐなるようにしてください。はい、これでゼロ地点のライン1本目、まっすぐ紐が張り終えました。次ここから同じように60センチ離れたところにも紐を張っていきます。これがまず大根1本目の畝になるということです。はい、グッと。でこの時に紐がねピーンとなるようにしてください。でまずはこの紐の上を歩っていきます。まずゼロ地点のところですね。はい、真上を歩っていきましょう。普通に歩くだけで大丈夫です。で次こちら側に来たらこれ外します。これを2本使いのいいとこなんですけれども、紐ですね、ゼロ地点の刺した杭、これ引き抜いていただいて60センチ、120センチ、はい、3本目のところにこう刺していただいて、それから次の2本目のところに行きます。こうやってやっていただければ一人でもたくさん畝を作るときに何往復もしなくて済むということです。でこちらに奥に来ましたら、こちらのゼロ地点のところを外します。でこれを3本目のところに刺すということですね。はい、クイッと。はい、そしてもっと畝があるようでしたら、今度はこちらの3本目を歩く前に2本目を外していただいて、こちらにやるということです。
まあ、今回は畝が2本なので、これは持ったままあちらに行っちゃいます。はい、今3本の紐をですね張って、0、60、120センチと印をつけました。ここをまずもう一度歩っていただいて、印をもっとですねつけていきます。で、印をつけるという意味もあるんですけれども、足をすり足で歩いていただくことによって、これで溝が作れます。まず右足は0地点、左足は60センチのところをめがけて、これでかかとをあまり浮かせないで、ゆっくりと足一歩分ずつ柔らかく耕した土をね、踏み固めるように、こんな感じでイメージでやってください。足はハの字にしていただければ、だいたい、はい、どうでしょうか。一つ畝が台形状のができましたね。で、次、今度反対側に来ました。左足を60センチのところ、右足を120センチの3本目のところのラインのところに合わせて、また同じように、ね、戻っていきましょう。ゆっくりで大丈夫です。これ今、長さが6メートルの畝なんですけれども、ね、すごく、簡単にできます。はい、これで1往復しました。いい感じに畝が、2本できてますね。こちらに1本、こちらに、2本目と、これで2本の畝ができました。今60センチ間隔で印をつけたんですけれども、印をつけた、メジャーを当てたとこはここですよね。で、1段低いです。でも60センチずつやっていただくと、この畝の中心と隣の畝の中心、この間隔も自然と60センチになるということです。大根はだいたいこのぐらい開けていただければ、ちょうどいいですね。マルチを張る場合はまた別になります。はい、で、大根の種の品種なんですけど、いっぱいありますよね。皆さんどういったものを使うのかなということで、ちょっと参考までに聞いていただければと思います。まずこちら下1段目にあるもの、これはちっちゃな大根、ミニ大根です。あまり大きな大根はいらないよという方は、まあ、こういったミニと書かれているものを選ぶようにしてください。一般的に9月の中旬あたりからたくさん巻かれる最盛期に入ると、これらの品種あたりが青首大根として、これが一番多く家庭菜園で栽培されている大根になります。はい、で、こちらの段はちょっと変わり種で、皮が赤かったり中が紫色だったり、また丸い聖護院やたくあん西洋の大根です。はい、大根って言ってね、たくあんって言っても普通の大根ではなくて、たくあんはたくあん専用の大根を使います。はい、で、最後のこの一段上なんですけど、これは冬をね、寒い冬が来ても傷まない、ね、傷みが少ない三浦大根、お袋大根、冬峰2号というものなんですけれども、この辺りはだいたい地中深く入りますので、青首と違って引き抜きづらいですけれども、その分寒くなっても1月2月と長く楽しめます。はい、まあ、順番に少しずつ巻くっていう方法もいいですし、ね、これも好きなもので選んでいただければと思います。はい、それでは大根の種を巻いていきたいと思うんですけれども、まだ8月下旬9月上旬あたりはミニ大根とかがおすすめです。そしてすごく夏の暑さに強いと書かれているような品種などを選ぶようにしてみてください。今回はこちら、はい、アジタンカというミニ大根なんですけども、これは特別支援学校の生徒さんたちが、種をですね袋詰めされたものになります。これをまず巻いていきます。ではアジタンカの方を開封していきたいと思います。お、すごいですね。じゃじゃーん、コート種子、ペレット種子になっておりますよ。すごくこれは巻きやすそうですね。うん、はい、これをお椀に入れてきます。種を巻くときはお椀などがあると便利ですね。はい、わ、すごいいいですね。大根の、このようなコート、機械巻きじゃなくて手巻きでコートを走るするというのは、こう、私初めてです。貴重な体験をさせていただいてます。ありがとうございます。
では種をまいていきましょう。ミニ大根となるものはそんなにね株間とか必要ないですけれども、まあ株間というものですね、初めて大根を栽培される方、はい、この私が今横にぐーっと今巻いていくんですけれども、ちょん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 と、でこの間隔が株間と言います。株と株の間、株間、こっちの次の畝に対してはこれは上間と言います、はい、でまずここまでが、ね、警戒だとします。警戒ギリギリに種をまいてしまいますと、大根の葉っぱって意外と横に30センチぐらい膨らみますので、最低でも、ね、警戒のところから30センチ離れたところで畝の真ん中をだいたい意識して、まずはちょっと穴を開けてください。で1つ目穴を開けました。だいたい深さ1センチ、2センチぐらいですね。指の第一関節、人差し指の第一関節で穴を開けていきます。そこからミニ大根は、まあ、25センチと書かれているんですけれども、統一感を出すために30センチ株まで穴を開けていきます、はいはい、それでは一つ目穴を開けたところに種を落としていきます、大根の種は最低でも2粒はまくようにしてください。じゃあ今回は3粒ずつ種をまいていきますね、はい、同じところでも構いません、まあ、できればこう円形状にしていただいて、三角形になるようにまいくっていうのもいいんですけれども、3粒まいたらここで指で土をかぶせます、はい、かぶせた後は手のひらを使ってここを軽く押しましょう。鎮圧と言います。これをやることによってこの種の周りの水分が水切れを起こす心配がありません。こちらも土をかぶせます。鎮圧します。はい、たったこれだけです。これを繰り返していくということですね。はい、それではこれ同じ品種なんですけれども、私がよく手巻きでやる場合、ほんの少しだけ、まあ、自宅でですね、種をまくということを想定してやる場合ね、すごく早い巻き方、ちょっとたくさん量がある機械を使うまでもないけれども、ちょっと効率よくもうちょっとスピードを上げて種をまくということで、いつもやっている風景をご覧ください。はい、穴を開けたところはここだとします。かかとを合わせておきます。種を落としちゃいます。はい、覆土をしちゃいます。そしたら次足を進める前にこのつま先のラインを、めがけて、穴を開けます。でここへ種を落とします。覆土をします。鎮圧をします。はい、次このつま先、左足のつま先のところに右の足のかかとを合わせます。で右のか、つま先のところに穴を開ける、ね、足一歩分ということですね。でこの足は常に溝のところに足は置いておきます。これを意識してやります。何か似てますね。そうです、じゃがいもですね。はい、こんな感じ、いつもやっているような感じを私はこうやって巻いています。そうするとメジャースケールなので測らなくても多少のね2センチ1センチ2センチの誤差ありますけれども、大体は30センチ前後で種まきができます。これだったら、まあ、中腰でちょっとね大変なんですけれども、腰の自信のある方だったらやっていただければ作業効率がすごく上がると思いますよ。何よりも手間はあまりかけない、野菜土作りはしっかりやってよく、そして作業効率よくやるということですね。はい、一畝種まきが完了しました。先ほど撒いたミニ大根、これは1畝で、まあ、全部撒いたんですけれども、2畝目は、冬鳥聖護院大根、もみじスティック大根、赤大根もみじ、紅化粧大根、この4つの品種をこの一畝で一斉の背で種をまいたらどんな感じに育つかということで、ちょっとやっていきたいと思います。やっぱりこういろいろな品種があると楽しめますよね。大根種をまくのは私の地域ではだいたい9月の、そうですね、秋の彼岸頃
が一番ピークですね。9月入ったばかりはあまり撒いてる方そんなにいないです。やっぱり暑いからですよね。大根はあまり暑いとあまりいいものができない。肌が荒れたり、ね、ちょっとザラザラしているものが増えてしまったりしますので、おすすめは9月の、10日ぐらい、13日頃ですね。もう秋になってくるとその1日2日で、生育っていうのは全く変わってきますから、気候が変わってくるんですよね。あまりこの大根を種まくときは本腰を入れてやるときはちょっと遅らせ、ちゃんと基準通りまいた方がいいです。で、人よりもちょっと変わった品種を少し早めにまいきたいよとか、ね、本格的な11月取りの大根が取れるまでほんの少しでいいから楽しみたいよという方はミニ大根とかをね、巻いて見るようにしてください。おお、いい種ですね。品種によって大根の種の粒と大きさっていろいろありますよね。これが大きいのがいいかどうかっていうのはね、別として、やっぱ大きい方が巻きやすいです。大根もサイズがあるんですよ。だから何ミリとかで書かれている袋の場合、ね、粒が同じ値段でしたら粒はサイズが、ね、大きい方が数が必然的に入っている量は少ないとなります。おお、もみじスティックはすごく種がちっちゃいですね。そんなに大きくならない大根ほど種がちっちゃいように感じますね。だいたい25センチから30センチですね。30センチ以上花らかせることは必要ないと思います。これまたマルチ栽培となると、マルチを使って栽培するものはまたちょっと違うんですね。マルチ栽培もね、草取りがちょっと大変だっていう方もいらっしゃると思いますので、そういった方向けに今後動画でね、やっていこうかなと思ってます。こういろいろな品種を栽培したいけれども、ほんの数本でいいからいろいろ楽しみたいって方が多いですよね。でも大根って結構量が入っている、使い切れない、そういった方は近くの菜園仲間と一緒に種をシェアしていただければね、いいんじゃないでしょうか。あとは大根の種を春にもまけるものはね、春用として取っておくというものもいいと思います。大根は本当ね、とても簡単にできる野菜の一つになりますので、家庭菜園の方からとても大人気ですね。はい、いかがだったでしょうか。今日は大根の種まきを行いました。もう一度最後の確認お願いします。1畳目2畳目とこの畳間となるものが60センチ、そして1列目の1畳目の株間、種をまくのは2粒から3粒ですね。そしてその株間は25センチから30センチぐらいになります。ミニ大根は25センチ、普通の青首大根のようなものは30センチぐらい上げた方がいいんじゃないでしょうか。まだ9月、8月下旬と9月上旬というものは、地域差にはよるかと思うんですけれども、私が住む茨城県、関東古河市ではまだちょっと季節的にはちょっと早いです。ミニ大根などを栽培してちょっとさ、人よりも早めにちょっと食べたいよと呼ばれる方はミニ大根など今の季節に撒いていただく。それでは次回は、この大根の虫対策としてやっていきたいと思います。今日の動画がいいと思われる方は高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いいたします。